皆さんこんにちは、ゴーです。今回はハムスターが懐くことを期待しすぎちゃダメ、その理由を解説します。私には多くの質問が寄せられますが、その中でもダントツに多いのが、ハムスターが何をやっても懐かない、何をしたら懐くの、教えて、という質問です。確かにハムスターは見た目も可愛いけど、その上でもし懐いてもらえたらもっと可愛いですもんね。それを期待するのは本当に理解できます。しかし結論から言いますと、残念ながら懐かない子はいるんです。皆さんにはその事実をまず知ってほしいです。懐かないなら買わなければよかったなんて残酷なことを言う人もいますし、ハムスターを迎える前にぜひこの事実を知ってほしいんです。今回の動画では、なぜ頑張っても懐かないのか、懐かないハムスターはどうやって接するべきなのか、懐くハムスターと出会う方法はあるのかの3本立てでお送りします。それでは早速いきましょう。なぜ頑張っても懐かないの？ハムスターは人に飼われた歴史が浅いから、遺伝的に怯えやすい個体だから、幼少期に悪い飼育のされ方をされたから。実は野生のハムスターはもともとは警戒心が強くて、他の生き物にはあまり懐かないんです。でもこれ考えてみれば当然ですよね。ハムスターでとっても小さいし、身を守る武器も持っていません。敵がもし現れたら逃げる選択しか取れないです。なら警戒心が高くて臆病なハムスターの方が野生では生き残りやすいですよね。結果として野生には警戒心の高いハムスターが増えるということになります。次にハムスターは人間に飼われた歴史が浅いです。なんと1930年からなんですよ。ペットとして飼われた歴史って実はまだ100年も経っていません。つまり野生の心はまだ残ってるんですね。なのでペットのハムスターも警戒心は他のペットに比べたら高いんです。ここまでの説明だけでもハムスターが懐きにくいということは納得できますね。さらにそれに加えて、遺伝的にどうしても臆病な子っていうのは存在します。これは人間でも同じですよね。臆病な人が無理して明るく振る舞っても、それで性格まで明るく変わるとはなかなかならないですよね。例えば臆病な人が仕事で営業職になって毎日お客さんとお話をするとどうなりますか？これ強いストレスを感じちゃうと思います。遺伝ってのはそういうものなんですよ。なのでハムスターにもずっと臆病な子はいます。そして最後、幼少期に虐待やひどい目を受けた子は大人になってもずっと怯えやすいんです。これについての詳しい話はしませんが、そういう研究結果があるんです。ペットショップの扱い方によっては、幼少の頃に辛い思いをしてしまったハムスターもいると思います。そんな子は残念なんですけど、大人になってもなかなか懐きにくくなります。以上をもう一度まとめると、ハムスターは人に飼われた歴史が浅いから懐きにくい、遺伝的に怯えやすい個体だから懐きにくい、幼少期に悪い飼育をされたから懐きにくい、という3つの可能性があります。なので繰り返しですけれども、ハムスターは懐かないことがあるので、絶対に懐いてほしい、懐かないなら買わないと思う方は、ハムスターをお迎えするのは一度立ち止まって考え直してみましょうね。懐かないハムスターにはどう接するべきか。懐かないハムスターへの提案は2つあります。1番、臆病な子が安心できる環境を作ってあげましょう。2番、観賞用ペットとして接してあげましょう。まずは1番について説明します。怯えるのはストレスにもなっちゃいますよね。なのでなるべく怯えずに済むように生活環境を見直してあげるのが良いです。おすすめの生活環境は、静かな部屋で飼うこと、広いケージで飼うこと、そしてハムスター自身が隠れられるくらい床材を持ってあげることです。あとは怯えた時は、なんで怯えたのかなという怯えた原因を探してあげましょう。もしかしたら飼い主の自分自身が大きな声を出してしまってるかもしれません。他にも上からハムスターを見下ろしているかもしれません。そういう細かいところに気づくことも重要です。そして2番について、観賞用としてハムスターを眺めるだけというのもペットとの関係の一つですよ。例えば熱帯魚を飼ってる人いますよね。熱帯魚を飼ってる人は水槽の中に手を入れて熱帯魚を撫で回すようなことはしないはずです。鑑賞するだけでも満足できていると思います。これハムスターを飼ってる人にも同じことが言えるんです。ケージの中に手を入れてハムスターを触ったり手乗りにしたりはできないけれど、ハムスターの暮らしを外から見て満足することはできます。
そういう飼い方もいいと思います。実際に私が飼ってるハムスターも観賞用に勧められているロボロフスキーハムスターなんです。眺めてるだけで十分幸せになりますよ。うちのポテちゃん、車輪を使って運動したり、おがくずを掘って潜ったり、またまた変なところに貯蔵庫を作ったり、もう見ていて退屈しません。そういう関わり方もできるので、懐かないハムちゃんにはそんな関わり方検討してみてください。いよいよ最後です。懐くハムスターと出会う方法はあるのか。それでは最後にペット店で懐くハムスターと出会う方法を一つ紹介します。それは店員さんに聞いてみよう。店員さんに聞いてしまう方が他のどの方法よりも信憑性が高いです。これ当たり前の話をしてしまうんですけど、ペットショップでハムスターのお世話をしているのは店員さんですよね。日頃からハムちゃんをお世話して観察もしています。もしハムスターが好きな店員さんがいらっしゃる場合、それぞれのハムちゃんの性格や餌の好みまで把握している方がいらっしゃいます。もしあなたが結構本気で懐くハムスターを飼いたいと思っているのなら、店員さんとしっかり話をしましょうね。このケージの中でどの子が穏やかですか？どの子が穏やかです？いや、こちらとも懐くんですけど、ちょっとやりたくす。あっちの個別のケジの子は、どうなんですか？白くて可愛いですけど、穏やかなんですか？あの子は、縄張り意識が強すぎるんですよね。懐くハムスターをお探しなら、ちょっとおすすめできないんです。なるほど、わかりました。といった感じで、相談できる店員さんがいらっしゃれば、納得のいくお迎えができると思います。懐くハムスターを選ぶ時のポイントとして、ホームセンターがいいとか、純粋なペットショップがいいとか、そういうのはないと思います。まあ、どちらのお店でも、ハムスターに詳しい店員さんがいて、相談に乗ってくれるのであれば OK だと思います。もし、店員さんが OK してくれるなら、ハムちゃんを少し触らせてもらいましょう。その時に、ハムスターが怖がったり、噛んだりしたら、懐くまでの時間がかかることだと思います。逆にハムちゃんが近づいてきたり乗ってきたりしたら、その子はとっても懐きやすいと思います。懐きやすいハムスターを選びたい人は、店員さんがおすすめしてくれるハムスターの中で、あなたの手を怖がらない子がいいでしょう。それではまとめます。今回はハムスターが懐くことを期待しすぎちゃダメ、その理由を解説しました。懐かなくても大切な命です。1秒1秒を一生懸命に生きています。そんなハムスターを私たちの手で幸せな時間をたくさん提供してあげましょう。それでは今回の動画見てくださってありがとうございました。この動画が良かった、面白かったと思った方はチャンネル登録やグッドボタンやコメントをお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。